にちは。今からアプローチ、サンドウェッジを使ったアプローチのレッスンをしてみたいと思います。向こうのピンですね、15ヤードぐらいです。よく、転がすのが一番いいんですけどね、ちょっとサンドウェッジもたまにはやってみたいと思います。開けるアプローチが得意なんですよ、僕は。じゃあやってみます。で、大事なことはあまりダウンスイングで勢いをつけないことですね。飛びすぎちゃいますからね。ゆっくりこう右左同じ振り幅でやっていただくのがいいと思います。いきます。いきなりですね、歯に当たってちょっと低めの球になっちゃいましたね。もう一回やってみましょう。ちょっと失敗した。そんなことがあるんですね。じゃあ気を取り直してもう一回いきます、ね、ピンに当たったら入りますね。なんか絶妙にいいアプローチですね。ちょっと上がりました。もう一回行ってみます。あの赤いボールと仲良しなようですね。ダウンスイングで勢いつけちゃうと、クラブヘッドはパッと抜けちゃいすぎますので、飛びすぎちゃいますので、ゆっくりダウンスイングしていただくことがアプローチのコツだと思います。皆さんちょっと練習してみてください。ありがとうございます。